彼岸に咲き誇っているのは心の宿願。俺の命令でこのさすらいの地に生まれ変わった武士、お前は他人に期待し、他人の助けになりながら一生を過ごした。そのとげなかった志は遥か遠くにあった。風がなければ長い旅ができない、この蝶のようだった。お前はこの彼岸花の契約を通じて神の使者になり、この廃墟で漂白武士の平和への架け橋になりたいのか。この真珠を得ることこそが武士が戦乱と紛争に苦しんでいる起源だ。誰が誰の救世主になるのか、どんな姿で現れるのか。神の使者コナン、彼の腹心の部下になれ。誇り高き尖閣は過去の全てを支配する。ただ一つの目的のために、私は戦う。神聖の暁は倒せる人はいない。日が昇ることを止められる人がいないように。